どうも、はちゃんたふうがです。さあ、こちらはハエトリグモです。ハエトリグモ、家の中に侵入してきました。で、捕まえちゃいました。反対側にいるのがハエですね。はちゃんたふうがの家の窓に張り付いていたハエ、運悪く捕まってしまいました。では、今からこちらのハエトリグモ、結構ちっちゃいんですよ。で、これ結構大きいハエ、このちっちゃいハエトリグモがどれぐらいの大きさのハエまで食べれるのかね、見ていきましょう。はい、投入しました。さあ、どうなるか。おお、狙ってない、狙ってない、ほら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 、狙ってるでしょ。これスズムシに例えるなら、なんでこっち来るんだよ、なんでこっち来るんだよ。これスズムシに例えるなら、大スズムシと黄色スズムシぐらいの差がありますからね。上行っちゃったな。大きすぎて食べないかね、さすがに。どこ行くね、君は。ほら、餌だよ、餌。でかすぎるかね。ちっちゃいハエじゃないとダメ。さあ、うまく投入できましたよ。これこれこれ、ほら、コバエ。もう一匹めっちゃちっちゃいの、ほら、これ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 、これ食べるんじゃない、さすがに。あ、食べた、あ、食べた食べた食べた、ほらほら、食べた食べた、ほらほら。さあ、めちゃくちゃ早いです、ハエトリグモ。あー、もうどこ行くねん、こっち向け、どこ行くんだよ、ほら。ちょっとじっとして。わー、オッケーオッケー。はい、ストップね。ほら、ハエ食べてんの分かります？おー、がっちり押さえてるな、おい。はい、これがハエトリグモの捕食シーンです。体液を吸ってんのかな？よく分かんないですけどね。おー、いいですね。食べてます。さあ、本日はこのハエトリグモにですね、大きなハエをあげたら食べなくて、小バエをあげたら食べてくれました。おー、かわいいかわいい。以上、はちゃんたふうがでした。チャオー。